災地の皆さんには深くお詫びを申し上げたい。また、こうした事態に至ったことについて、国民の皆さんにお詫びを申し上げる次第でございます。お願いいたします。オリンピック・パラリンピックは東京大会の最も重要な手の一つです。桜田大臣の本人としては被災地岩手の出身であり、復興五輪に強い思いを持っており、昨日桜田大臣から総理に対し、被災地の皆様のお気持ちを傷つける発言をしたため辞任したいとの申し出があり、総理はこれを受理しました。これを受け、総理は本日付で桜田大臣を免じ、その後任として鈴木俊一衆議院議員を任命することにしました。まず総理が申し上げましたとおり、被災地の皆様のお気持ちに寄り添いながら復興に全力を傾けていく、これが安倍政権の揺るぎない方針であり、被災地の皆さんには深くお詫びを申し上げたい。またこうした事態に至ったことについて、国民の皆さんにお詫びを申し上げる次第でございます。すべての大臣が復興大臣であるとの認識を再確認をし、今後も東北の復興に全力で傾けてまいりたいというふうに思います。